はい、語り部の日下憲繁です。今回は三岐鉄道三郷駅のすぐ近くにあります稲部市郷土資料館をご紹介いたします。稲部市郷土資料館は昭和44年に大安町役場として建てられました。天秤式で屋内に柱がなく1階より3階の方が広いという特異な建物として注目され、当時はこの珍しい建築物を一目見ようと各地より見学者が訪れました。昭和60年に現在の大安庁舎ができ、昭和61年7月に大安庁郷土資料館として発足しました。平成15年12月、4町が合併し、名称は稲部市郷土資料館と改められ、今に至ります。展示品は、考古学資料が約200点、民族民具類が約4500点で、この展示品の多さは県内随一と言われています。1階は考古学資料と民具、農機具などが展示されており、2階には特別展を催すときに使用する会議室があります。3階は戦争関係の資料や日常生活、土料庫、農機具以外の民具が保管されています。また昭和初期の日本間などがあります。資料は市内外の皆様から提供していただいたもので、この資料館には稲部市の歴史と伝統、そして先人たちの知恵と工夫が大切に保管されているのです。資料館は平日は午前9時から午後5時まで開館しております。土日祝日も皆様方の要望に応じて開館していただけます。皆様方も一度見学にいらしてください。